楽しんでもらって誰楽しんでもらって楽しんでもらって楽しみます。テンションあげあげでお願いします。あげあげやばいね。今日の目標せーの、どこに行ったって私たちはナンバーワン、いくぞチームイー。ひろさんお誕生日おめでとう。かわいい、うさぎになってる。マンゴーの衣装だ。お花めっちゃ可愛くないですか。私の好きなアイドルさんを意識してくれてる。超かわいい。こうして SKE として生誕祭を開いていただくことは何回かあったんですけれども、やっぱり全然慣れなくてすごい緊張しちゃったんですけれども、毎年毎年ファンの方がすごく頑張って私にサプライズをしてくれるので、本当にすごくいい生誕祭だったし、メンバーのみんなも楽しかったって言ってくれたので、それが何よりも良かったなって思います。今年の目標はズバリ、今まで支えてきてくださった、メンバー、スタッフさん、ファンの方、家族、友達だったり、本当に周りの方にすごく感謝をしているので、その分私から何か一つでもいいので返していける年になったらいいなって思います。今年もこうして素敵な生誕祭を開いてくださって本当にありがとうございます。生誕祭の時にも言ったように、こうして今の私を好きでいてくださる皆さんがいることには、いることが私にとってすごく誇りなので、これからも、たくさんご迷惑とかかけるかもしれませんが、ずっと好きでいてくれたら嬉しいなって思いますし、皆さんに何か一つでも恩返しができるように努力し続けていくので、これからもよろしくお願いします。かわいいかわいい生誕祭をありがとうございました。